はい、皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。私はと言いますと、この日、1月25日からね、28日まで、ちょっと長丁場のね、仕事に向かうのですが、ちょっと空き時間とかはもうついでにちょっと自分でも回していこうってことで、ちょっとね、旅動画をね、お付き合いしていただこうかなという感じですかね。はい。品川駅から新幹線で、名古屋方面、新大阪方面ね、ちょっととある場所に、向かってる最中です。はい。まあでもお気づきでしょうか、皆さんね。25日から28日と言いますと、東京大寒波で、ちょっと雪が大変だったりとそんな中でちょっと極寒の地に向かうので、防寒はもう万全でって感じのフル装備でございますね。はい。でまあちょっとその足音がねちらほら聞こえてきてるので、まあちょっと電車もなんかこう止まっちゃったりしちゃったら怖いなとか思いつつ、15分遅れのね、ダイヤで、目的地に向かいたいと思います。すごいしょ、この前ってモンクレの K2 スペシャルレプリカで自分で作ったダウンをね着込んでって感じですかね。そして早速乗り込みました。初日はもうただ、行くだけっていうことでね、新幹線のお供に、新幹線のお供といえば各ハイボール濃いめみたいな感じではい、早速いただきつつ、乾杯って感じで、いただきつつのんびりね、車窓を楽しもうかなという感じですかね。そして、ちょっと見えちゃってますが、今回旅のお供でね、新しいちょっと可愛らしいコンデジをゲットして、これでね、記録をね取っていきたいなと思います。はい。ルミックス、何の変哲のないコンデジなんですが、でもちょっと面白いんですよね、これね。もちろんね、レンズはライカ OEM レンズ、このちょっとずんぐりむっくりした感じがオールドライカっぽく見えちゃうと。そしてライカの L マークが輝くルミックスでありますが、ちょっと面白い機能がついてましてね、機能というかね、面白い部分があるんですよね。こういうね、長丁場にはもってこいの、ババーンと、ほらすごい電池2本駆動、わーって感じですかね。え、旅先でバッテリー切れを心配することなく使えるというね、コンデジね。実はね、なかなかないっす。はい。電池、しかも2本っていうね、4本のでかいのは結構あるんですが、電池2本で使える、コンデジはね、本当にね、もうなかなかないっすね。で、しかも、ライカをちょっと感じられる、コンデジということでね、今回ね、もちろんね、今ちょっと試し撮りなんですが、カラーはね、もちろんね、ライカレンズといえば、そう、白黒ね、ちょっと白黒、面白白黒写真をね、ちょっと織り交ぜつつ旅の記録をね撮っていこうかなっていう感じです。ソウさんはね、なんかもうルミックX さん特有の操作みたいなね、なんか十字キーで決定ボタンがなくて、十字キー右右でどんどん進んでいくっていう感じのね、なんかもう、ちょっとプレステっぽいような操作感って感じですかね。でも慣れたらなんてことはないかなって感じですが、ちょっとな、どこに何があるかちょっと探すのは最初ね苦労しましたって感じですかね。ルミックスね、いいカメラ多くて、
中古市場でもね、みんな欲しくて値段が高かったりするのもあるんですが、まあ問題は1個ありましてね、ルミックスさん、まあパナソニックさんって松下さんね、電池メーカーでもあるので、やっぱコンデジごとになんか専用バッテリーみたいなの多くて、汎用性全くないバッテリーで結構ライカ OEM レンズね、駆動させてるので、もうバッテリーが死んだらどんどんライカレンズがもう死んでいくというね、ちょっともったいないんですがね、この乾電池仕様だとね、どこ行っても乾電池、ないなんてことはないので、ね、気兼ねなく使えるちょっとオールドライカっぽい気分、そう、気分的にはほぼライカですみたいなね、そんなコンデジ、使い倒していこうかなという感じですかね。まあね、本当飲みながらゆっくり、新幹線ね蒸気に行っちゃってますみたいな感じで、この L マークルミックスじゃなくてライカのマークなんですよ。はい、ということで、目的駅へ到着という感じですかね。まあね、こんな一人旅もね、慣れっこですよみたいな感じで、予想はしてあります。はい、なんもないんだろうなというね、まあちょっとね、ここがどこの駅かというのはね、ちょっとまだお楽しみって感じで、まあね、大半の人が、まあ、降りないであろう、まあ、ちょっと観光地とも外れた場所にね、だいたい泊まることが多いので、まあ、これからね、こういう旅動画上げていくとするなら、相当マニアックなポイントを紹介していけるんじゃないかななんてね、思いますかね。まあでもね、こんな、なんかこう、いいんすよ。なんかこう、街並みを見るっていうのもね、一つのね、楽しみなんで、はい、ということで、ここは何駅かと言いますとですね、ドゥルルルルルルルバーンって感じ、新富士駅、まあ、新幹線用の駅で、まあ、近くに富士駅というね、在来線の駅があるんですが、まあ、ここは新幹線専用の駅なので、まあそりゃないわねみたいなね感じですが、まあ、いつものごとく、オアシスであるコンビニに向かってね、ホテルに入る前にコンビニでちょっと買い出しして入りたいと思います。はい、まあどうだろう、この真っ暗な何にもないところを紹介しても面白いのかなとかちょっと心配しちゃいますが、ただね、まあ今度こそちょっとのんびりね、喋り動画みたいなね感じでね、やっていこうかなと思います。はい、てな感じで、早速松下さんが出ちゃったということでね、面白い話を一個織り交ぜたいなと。松下幸之助さんね、パナソニック創業者、パナソニック の採用基準ってちょっと面白くて、唯一無二の質問1個で決まるらしいです。昔ね、今じゃないですよ、創業当時ね、あなたは運がいいですかって聞かれたらしいです。そして、躊躇することなく、あ、運いいですって言った人をみんな採用してったというね。まあ引き寄せの法則なんていうものがなかった時代にそれやっちゃってたってすごいよなみたいな感じで、自分が運いいと思ってる人が運いいんだみたいな感じでね、その運いい人たちで作っていこうっていうのが松下さん、まあそのパナソニックの始まりであったというね、まさにもう集団引き寄せの法則みたいな感じで、でもね、結果それが一から叩き上げで、すごい企業になってったってことでね、やっぱね、それは間違ってなかったぞという感じですよね。
そしてそんな話を織り交ぜつつ、私事もちょっと織り交ぜていいですかみたいな感じで、特別編で喋ったね、あの太陽光パネルの闇、これね、某あの国際政治学者のコメンテーターの方がやばいことになって、そこから芋づる式にちょっと太陽光パネルの闇もちょっと暴かれていきそうだぞという感じで、私的にはもう本当それがね必要なことだなと思ってたので、そして私のちょっと予言にも近い予想がもう的中してるんじゃないかななんて思いますね。はい、まあ、そんな感じで、ね、コンビニ行ってホテルの部屋に入りたいと思います。感じで、やっとホテルに到着しました。まあね、部屋は、普通、ダブルベッドだけどシングル的なやつ、から目の前だったみたいな感じですね。なんもないこっから見てても何もないって感じるところなんですが、まあそれを楽しむのがね旅の、醍醐味かなみたいな感じです。はい、ではもうあとゆっくりお風呂入ります。まあそんな感じで、なんでコンデジねもう持ってんのにまた買っちゃうんだろうねみたいな感じなんですけどね。ただやっぱりね、なんかこう昔の感覚と今の感覚って全然違うんだよなみたいな、なんかねこうコンデジが必需品だった時って多分絶対これ買ってないですよね。電池なんてクソめんどくさいって思ってて、ね、バッテリーでやれた方がいいじゃんっていう時代ありましたよね、絶対にね。でも今もね、正直言ってね、携帯持ってれば別にカメラなんていらないっていう時代なんですが、逆にね、そう、嗜好品として楽しむカメラとして考えると、まあ日常的に使わないか使いたい時にだけ使わせてっていう風に考えると、なんかこう電池のコンデジ、なんか素晴らしいなぁなんて思っちゃう今日この頃ね。えいいっすよね。でもって、まあ、昔はなんかそんな、そうガス数ばっかり追い求めてた自分がいたんですけどね。でもやっぱ、今はなんか風合いとか、広角レンズをねやっぱり楽しむっていう意味ではね、気軽に始められるカメラで、やっぱ専用機をこう、携帯とは別に専用でカメラを別で持つっていうね、ちょっと喜びがね、なんかこう、本当に嗜好品として楽しいんじゃないかなと思うので、皆さんもねぜひね今だからこそコンデジ持って出かけてみたら面白いかもしれないですよって感じです。ということで、せっかく富士というね名前のつく駅に降り立ったので、もう皆さんにね、ちょっと朝焼けのかかる美しい赤富士をお届けしようという感じで、もう日の昇る前に散策してみました。うまく富士山抜けるポイントをね
ずっと探して歩いてたんですが、あ、これ目の前に広がるのは東海道国道1号ですね。まあ、ほぼほぼバイパスって感じの道なんで、ここは広くて、まあ、広い道に沿ってれば抜けるところあるかなと思って散策してみたんですが、なかったですみたいな。なんていうんですかね、なんか不思議なとこでした。まあ、ちょっとね、富士山抜けるポイントがあったんで粘ってみたんですが、もうね、ご覧の通り今早送りなんですけど、雲が全然動かないですよね。もう天候ばっかりはかなわないなみたいな感じで、粘りつつ、ちょっと思考を変えて駅周辺のね散策に切り替えてみました。こんな感じ、まあ、いるんすけど撮りたいのこれじゃないみたいなね。そんな感じで、まあでもね、明るいと駅もね、なかなかちょっとオブジェっぽいものがいっぱいあって面白かったですかね。大きな本とかね、まあその歴史的なゆかりのあるなんかオブジェとかね、いろいろあってって感じで、まあ、どうだろう、来てる気分でね、みたいな、うっすら見えます富士山ね。まあね、明日もちょっとチャレンジしようと思ってるんですが、タイムラプスでずっと1時間以上回してたんですけど、雲がほんと人の動きに対して雲遅くねって思いません？もうね、これはもう諦めましたね。はい。でもほんと不思議なとこで、高い建物がもうほんと全くないんですよ。で、なんかこう、360度地平線の向こうに、山がずっと360度囲まれてて、なんか高い建物ないのにやたら自分がいるとこ低く感じるみたいなね、なんか不思議なところ、そしてなんかこう地球の大きさを改めて知るというかね、己の小ささを改めて感じちゃう場所だったかななんて思います。ということでね、この日はね、午後も撮休だったということでね、ちょっと散策に出たんですが、天気はご覧の通り下り坂ということでね、まあでも東京の大惨事に比べたらまだ全然良かったなっていう気はしますがね、まあそんな感じで、ちょっとね、もう富士山を今日は、撮らずに、ちょっとね白黒写真で面白そうなポイントがあったので、向かいつつ、さらに、旅の唯一のね楽しみであるねあるポイントへ向かっていきたいと思います。はい。まあね、向かいがてら、ちょっとね今日は富士山ね、富士山といえば、まあ、ウーブシティ、まあ、そのスマートシティね、トヨタさんのと、そしてテーマは電池ということで、ちょっとドンピシャな超ドンピシャな話題があるので、それをお届けしつつ見ていただこうかなと思います。はい。まあね、ボリューム10でも言った、まあ、ちょっと EV 車の充電が満充電がガソリン超えてきちゃうという問題、まあね、まあ、軽く10で触れたんですが、まあ、それ今もっと大問題になってきてると。まあでも私ね、正直言ってね、予想してました。はい。いつものごとく高度の予測、まあそれって結局もうなんか物理のしわ寄せがね、どこに向かうかっていうのをね計算すれば分かってくるんですが、はい、今回も絶対そうって感じ。アメリカではね EV 車の発売をちょっと見送るということでね、テスラがちょっと株価大暴落みたいなねことになってますよね。まあちょっと、世界の各車業界もやっぱこれ水素じゃねってなってきてると。まあそりゃ当然ですよ。内燃焼機関のない外部電源の外部発電でね走るものっていうのは結局全部蓄電に頼らなきゃいけないと、まあ、まさに電池といいますかね。はい。
まあつまりね、世界の構図が、まあ、電気代云々というよりも世界の構図がこうリチウム依存型に急激に変化しちゃうぞということなんですよ。結局これってあの太陽光パネルもそうなんですが、一度蓄電しなきゃいけないということは、むしろ、石油よりもレアメタル、リチウムとかの方がね、大事になってきちゃう世界がになってきちゃうということで、でそれがね、産地がどこかと言いますと、まあ、オーストラリアが半分で、まあ、中国 10% ぐらいで、あと南米のねチリとかね、そこら辺になってくるということで、結局世界のエネルギーバランスが急激に反転しようっていうね、もっとね根深い問題があるんですよね。値段云々、エネルギーの値段云々よりももっともっと深い闇というか、まあ、それがいいか悪いかってことは言いませんが、ただ急激にやっぱりね変えようとしてダメなんですよ。なんでも徐々にシフトしないと。だからね、結局ね、急に脱炭素だっつってね、急にシフトしちゃったら、それどっかに絶対しわ寄せが来ますよね。というのが、まあ、今って感じで、そして目的地はね温泉ですって感じでね、日帰り温泉。もうね、食事はね、結構ね現場でね食べちゃうので、もう唯一の楽しみはやっぱ温泉って感じなんですよね。まあそんな感じでね、やっぱ国が挙げて水素ステーションのインフラ整備、これこそがね、もう日本の繁栄の道じゃないかなと。そしてトヨタさんのね、あの前向きな退任、あれも本当素晴らしいなと思いますね。はい、自分が古い人間だという決断、素晴らしいと思います。さて最終日ね、えドラマみたいでしょう。そうなんですよ、もうね、私の人生ね、神様が書いたシナリオ通りに進んでるって感じで、最終日にね、3泊4日の中で、最後の最後でね、これが撮れるっていうね、知ってました。なんか、2日間3日間か一切見れなかったこの富士山をね探す苦労を味わってから、皆さんにこのね赤富士をお届けできることをね、なんとなく知ってました。昨日とね全く同じ場所ですよ。違う場所みたいでしょ。一番ドラマチックなね形でね目的を達成する、それがね私の人生なんですよね。結構ね、いいでしょうなんてね。そしてね、この雄大な富士山を見てるとね、愛が止まらなくなるんだよな。日本でね一生懸命生きてる人たちに対する愛とかね、もちろんね世界に対する愛、地球に対する愛、止まらなくならないですか。どうしてね昨日なんかやたら低い位置にいるような気がしてたのか、富士山がね見えるとよりはっきりわかるんですよね。自分がいかにちっぽけな存在かっていうのをね強く認識する場所、それが富士の麓でしたって感じですかね。そしてね、この地球が呼吸するかのように軒を連ねてるちっちゃな家々がみんな連動してね、一つ一つの歯車みたいに、ね、なってると。そしてね、そこにはね一人一人一つ一つみんな役割が違って、でもみんな役割を持ってるって感じ。そしてね、私はねこういう感動をね
皆さんにね与えるのがね仕事かなと思ってます。ということで、歩けばみかんにあたる静岡県の、まあ静岡っぽいお弁当なんかもいただいたりしてみたいな感じで、特艦の3泊4日の旅、無事終了することができました。都会にねちゃんと帰ってくることができましたって感じですかね。まああの忙しいスケジュールの中ではね、これだけ回せたっていうのはね良かったかなと思います。こんなね、動画はね面白かったよっていう人はね、ぜひレスポンスしていただくとまた次も頑張ります。